五輪の書火の巻。敵の流れをわきまえ、相手の人柄を見受け、人の強き弱きところを見つけ、先を仕掛くるところ、寛容なり。まだ前髪残る源次郎、幼き総大将を守るのは吉岡門弟74名、松明の明かり高校と槍を携え弓を持ち、吉岡勢に抜かりなし、ところは一条寺下がり待つ。この時武蔵の心中何あろう、関ヶ原での合戦の無念の思い込み上げる。これは戦だ、これは戦だ。吉岡軍の総大将、眼前なり。約定により宮本武蔵、これに参った。吉岡軍総大将、吉岡源次郎を討ち取ったり。なんて